人類における南極の歴史は探検し、観測しと言っても良い。南極大陸は約3000万年前の前進予から氷床に覆われた厳しい気候の地であり、先住的な居住者は存在していない。西ヨーロッパにおいては南方大陸の伝承が長い間伝えられていた。これは南半球に未知の巨大大陸が存在しているという伝承で、 多くの探検家がこの大陸の発見を試みた。ギリシャのプトレマイオスが紀元150年頃に描いた地図には世界最南端に位置する場所に未知の南の大陸が記され、試作的にはギリシア時代にはすでに南極大陸の可能性が指摘されていた。その後南の海で最初に氷を見たのはポリネシア人だったとされる。クック諸島のラドロンガ島に伝わる伝承には 650年、ウィテランギオラは、南太平洋をカヌーで航海中に、暴風雨に流され、氷の浮かぶ海に達したとの記述が見られる。1513年作成のオスマン帝国の海軍帝督、ピリムハメドの地図に、ウェッテル海からクイーンモードランドにかけての海岸線が、南アメリカ大陸につながる形で描かれているように、見える。これが、通称ピリ・レイイイスの地図であるが、 南極大陸を描いたものではなく地図上のスペースに収まるように南アメリカ大陸の海岸線を描いたものとする解釈が一般的である。15世紀の大航海時代に入るとヨーロッパ人にとって未知の海域であった南半球への航海が活発に行われるようになる。フェルディナンド・マゼランが1520年に発見したマゼラン海峡の南側の陸地は 当時ティエラデルフェゴと呼ばれ、求めていた南の大陸であろうと考えられていた。その後1577年、この説はフランシス・ドレイクによってティエラデルフェゴはただの島であったことが決定づけられる。16世紀後半に入ると各国の航海者が持ち帰る情報をもとに新しい地図が作られていった。ゲラルドス・メルカトルによって1569年に出版された地図には ティエラデルフェゴやオーストラリアを含めたテラ・オーストラリス・ノンドゥム・コグニタと名付けられた南の大陸が記されている。この地図は後世に大きな影響を与え、アブラハム・オルテリウスの地図や日本の世界地図屏風などにもその大陸の痕跡は認められる。フランスのジャンバティスト・シャルル・ブーベ・ドロジエはブーベ島を発見し、多数の卓上氷山の存在を報告した。 1772年から1775年にかけてジェームズ・クックが行った探検により巨大大陸の可能性は否定された。この探検において、クックは1773年1月17日人類として初めて南極圏に入り、1774年1月30日には、成型106度54分で南位71度10分まで達したが、 南極大陸を発見することはなかった。その後も南方への探検は行われ、1820年に南極大陸が発見される。しかし、南極大陸の発見者については論争があり、確定していない。ロシア海軍のベディングスハウゼン、イギリス海軍のエドワード・ブランス・フィールド、アメリカ人アザラシ漁師のナサニエル・パーマーのうちの誰かだろうとは推定されている。 彼らによる発見時期は数日程度しか離れておらず、パーマーは1月27日、ベリングスハウゼンは1月28日、ブランスフィールドは1月30日に発見したとしている。1821年2月7日にはアザラシ漁主のジョン・デービスがヒューズ湾で南極大陸への初上陸を行ったと主張している。ただし、これには議論がある。 流氷に閉じ込められるエンデュランス号1831年に北磁局の位置が確定すると南磁局の位置に科学界の関心が持たれることとなった。イギリス人のジェームズ・クラーク・ロスは南磁局を求め1839年から1843年にかけて南極を探検した。ロスの観測船は南磁局に到達できなかったものの 何位78度まで達し、ロスタナゴーリアエレバス山、テラー山などを発見した。その後、探検は途絶えていたが、1897年に、ベルギー人のアドーリアンド・ジルラ氏によって、他国籍の探検隊がアントウェルペンで結成された。彼らの探検船ベルジカは、1898年2月28日から1899年3月14日まで。 約13ヶ月間、氷に閉じ込められ漂流した。病気により、探検隊に死者が出るなどしたが、探検隊自体の生還には成功している。南極圏における越冬により、多くの経験を得ることができた。この体験隊には、ロアールアムンセンも加わっていた。この頃は、ドイツやスウェーデンも探検隊を派遣し、越冬を行っている。年から年にかけは、 イギリス体験隊が南極に上陸している。ロバート・スコット率いるイギリス探検隊はマクマード湾に基地を設営し内陸部の探査を行った。スコットランド人のアーネスト・ジャクルトン率いるイギリス探検隊が1907年から1909年にかけて南極探検を行っている。この体験隊は1909年1月9日。 南極点まで 180km、南位88度23分に達したほか、1909年1月16日には南時局に達することに成功した。初の南極点到達は1911年12月14日のことであり、ロアール・アムンセン率いるノルウェー体験隊によって達成された。アムンセンと極点到達の競争を行っていたロバート・スコットは、 1912年1月18日に南極点に到達したが、極点から基地への帰路に遭難し、探検隊が全滅している。1914年にアーネスト・シャクルトン率いる南極大陸横断を目的とするイギリス探検隊が結成された。しかし、探検隊の船、エンデュランスは南極到達前に氷に閉じ込められ、漂流することとなった。 9ヶ月後に船が氷に破砕、沈没されたため、ボートにより脱出する。その後、サウスジョージア島に助けを求め、長期の遭難にもかかわらず、全員生還することに成功する。アメリカ海軍のリチャード・バードは1928年を皮切りに、1930年代から1950年代にかけて5回、南極へ行っている。これは、 航空機も用いたものであり、1929年11月28日と29日には南極天上空の初飛行に成功している。8カ国が主張する南極の領有区分程度によって扇形に分割されている。頭上のレードから時計回りにノルウェー、オーストラリア、フランス、ニュージーランド、チリ、イギリス、アルゼンチン、ブラジルの主張する領土を示した。 ブラジル以外の7カ国は第一次世界大戦以前から領土を主張している。オーストラリアの主張する領土は統計45度から160度に及び最も広い。成計60度に沿って伸びる南極半島付近では特に各国の主張する範囲が重なり合っている。1930年代から1940年代にかけては 各国が南極の領有権を主張したが、1959年締結の南極条約により、領有権は凍結された。ただし、アルゼンチンでは南極にて児童を出生させるなど、南極の領有に関して熱心である。ありがとうございます。